なかなか倒れないよね。こうも手こずるなんて。ああ、でもファナティオなら絶対にやれると思うぜ。え、そうね。私はこの天宣剣と変化した今の自分自身を信じている。さあ共に行きましょう。全ての変化を受け入れ、さらなる強さを手に入れるために、今こそカセより放たれよソルスの光。悪しき者たちに裁きの光明を降り注げ。リリースリコレクション。倒したわ。なんだあれ、光ってる。どこ。今の魔人を倒したところだ。これね、確かに銀色の光っている粉末状の素材だわ。もしかしてさっきファナティオが放った武装完全支配術とファナティオの真意に呼応したのか。でも本当にこれかどうかはわからないわ。ステイシアの窓。え、違う、似てるけど名前が。黄昏の銀粉。くそ、類似素材かよ。残念だったわね。黄昏の銀粉か。暁の銀粉じゃなくて。暁って確か明け方の時を指す言葉だよな。ええ、そのはずよ。ってことは暁の時間帯にならないと採取できないってことじゃないのか。なるほど。今は黄昏時だから黄昏の銀粉が手に入ったと。そうかもしれないわね。なら簡単だ。ここで夜を明かしてみよう。それで明け方にもう一度試してみるんだ。わかったわ。でもいいのかしら坊や。私と二人でこんな誰もいない場所で夜を明かすたなんて。え、彼女たちが知ったらなんて言われるのかしら。ファナティオ副騎士長殿、その辺はうまくいっておいていただけると。さあどうしようかしら。そうそう、こんなこともあろうかと西帝国産の布を持ってきているの。肌触りがいいし大きいから毛布になるわよ。なんと準備がいい。じゃなくて一緒に同じ毛布になんて入れません。何考えてるんですか。ユージオとなら一緒の毛布で寝たりするの慣れてるけど。いいじゃない、やましいことは何もないんだし。風邪なんてひいたら大変よ。ほらほら一緒に休みましょう。もっとこっちに来て。なあ、誰か助けて。そして朝がやってきた。あら坊や、顔にクマができているわよ。一睡もできなかったので。もうちゃんと寝ないとダメじゃない。一体誰のせいだと思ってるんだよ。というかまた暑くなってきた。でも今が暁の時よ。よし、それじゃあまた天宣剣で真意を込めた技を打ってくれ。ええ、ようやくわかったわ。輝きを手に入れるため一体今の私に何が必要なのか。それは変化を恐れない心だったのね。おそらくな。それじゃ下がっていてちょうだい坊や。了解。我が天宣剣、あなたは私の姿を映す鏡。映る姿がたとえ移ろい変化しようとも、我らの絆は絶えることがない。さらなる強さを手にすべく
私と共に変化を受け入れ、共に歩んでいきましょう。リリースリコレクション。坊や、銀色に輝くものが地面に。やった、これか。念のため素材名称の確認を。よし、暁の銀粉だ。これでようやく鏡が直せね。ありがとう、坊や。いえ、キリト。これで私の天線剣を強化できるかもしれないわ。なあ、ずいぶんこの砂漠に長居しちまったけど、ようやく帰れるな。え、そうね。暑かったり寒かったり、そしてまた暑くなって、体がなんだか気持ち悪いわ。俺もだよ。早くセントリアに戻って水浴びでもしたい気分だよな。そうね。あら、キリト、あの丘の向こうに見えるの泉じゃないかしら。ん、あ、本当だ。オアシスってやつだな。行ってみよう。あそこなら帰る前にさっぱりできそうだ。ええ、そうね。それじゃあ行きましょう。よし、やっぱりオアシスだ。蜃気楼じゃなくてよかったぜ。本当ね、坊や、水が気持ちいいわ。え、うわぁ、ま、ファラティオさん、なんて格好。今さら何を驚いているの。泉に行こうと誘ったのは坊やの方でしょ。そうなんですが、いきなりファナティオさんがそんな姿になるとは思いもせず。というか、バスタオル じゃなくて、なんでそんな布持ってきてるんだよ。なら、これは昨日使った西帝国産の布よ。毛布にもなるし、こんな風にも使えて便利なの。便利なのじゃない。あら、もしかして裸の方が良かった。大胆ね。断じてそういう意味じゃない。別に裸じゃないんだからいいじゃない。坊やは僕年人だし、こういうのを平気かと思ってたけど、やっぱり男の子なのね。お、俺あっち見てるんで。別に近くにいてもいいんだけど。そうだ、気になってたんだけどさ。何。そういえばファナティオ、昨日は暑さなんて気にしないとか言ってたのに、今日は暑がってただろ。今も汗を流したいって。それってどうしてなのかなってふと思ってさ。そういえばそうね。それはもしかしたら、こうしてこれまでも聖豪騎士の禁忌から解き放たれて、兜を脱ぎ捨て本当の私に戻るにつれて、本来の私らしい人間としての感情を取り戻したのかもしれない。ファナティオン。だとするとキリト、いいえ、坊やには感謝しないといけないわね。あの、感謝してもらえるのは嬉しいんですけど、わざわざ坊やと言い直さないでもらえます。それじゃあ帰りましょうか。汗も流せてすっきりしたわ。そうだな。坊や、また汗かいてるじゃない。どうしたのよ。正確に言うと冷や汗かな。誰かさんのせいで。安心して、このことは二人だけの秘密よ。誰にも言わないわ。ありがたいけど、なんだか責任の重みが増した気がする。ともかく王都に戻ろう。武器の強化もしなくちゃいけないしな。ええ、坊や、本当にありがとう。おかげでまたこの天線剣と新たな絆を結べそうだわ。坊やともね。それはどういう。
どういう意味かしら。まったく、本当誰よりも強くて頼りになるけど困った人だな、アナティオは。